みなさんこんにちは、サンディです。今日はずっと前に約束してあったカラーポップのオリジナルと偽物の対決をしていきたいと思います。では始めましょう。はい、ってことで、いつだったかな、今年の初め、去年かな、多分去年に、カラーポップの、リップグロスの本物と偽物の対決っていうか、その比較、なんでこの動画を作ったかっていうと、もう最近日本ではだいぶカラーポップがすごく今人気があって、頼む人たちもいれば、あのメルカリとかそういうアプリとか、あとはインスタグラムだったりとか、フェイスブックだったりとか、他のホームページとかでも売ってる業者さんがいると思うんですけども、中にはあのやっぱりね、今結構アリエクスプレスだったりとか eBay とか、そういった中国の商品が買えるホームページがだんだん日本でも流行りだしてて、まあだいぶ前からね使ってる人もいると思うんだけど、それがだいぶあの安心っていうか、使ってる人が多いからこそ安全とか安心とかを感じて使ったりとか、もうそれをまあオリジナルとして買う人もいたり、実際に騙されたり、実際に偽物だって分かってるけどオリジナルとして売ったり、自分が偽物として買ったんだけど売る時に偽物だよとか、あのフェイクだよとか伝えない人もいると思います。でやっぱり私もそうだけど、海外のもの、海外のコスメとか特に買いづらいし、送料とかもかかるし、いろいろ手間がかかるので、やっぱりそういう人に買った方が早いし、安心、ちょっと安心を感じたりとかで、まあメルカリだったりとかフリルとかで買う人たちもいると思います。でも中にはやっぱり届いてから物を見ると、ああ偽物だって気づく人もいるし、ずっと永遠と本物だと思って、本物よりもちょっと高めの価格の設定だけどそれでも欲しいから買う人もいるし、学生さんは多分ね、クレジットカード持ってない人とかも多いと思うから、まあそういう人に買ったりする人もいると思うけど、で私はまあ以前に動画でアリエクスプレスでの買い方とか、ちょいちょいアリエクスプレスでなんかいろいろ買ったりしてるよっていう話をしてきたと思うんだけど、ただやっぱりこういう化粧品コスメに関しては、まあどういう感じでどういう環境でどんなものを使ってコスメ作られてるかもわかんないので、そこがすごく、中国の商品に関してはそういうフェイクものに関しては不安なとこはまあみんなあると思います。全部がダメとは言いません。ただやっぱりどうなってるのかもわかんないし、やっぱ似せたものだからっていうのもあるし、なのでまあそれをフェイクだよって言ってオリジナルのものよりも安く売ってるのであれば、全然それはありだと思います。でそれで買う人もいると思います。中にはそういった商品でかなり良かったりするものも、個人的に良かったなって思うものもあるし、ただ安全面で考えるともうそれは個々の責任になるから、まあ全面的におすすめはしないけど、まあ、それは自分で判断して買ってください。で今日はそんな中でね、やっぱりオリジナルとして買う人もたくさんいると思うのね、正規品だと思って買う人もいると思うんだけど、でもそう、海外では結構そういう比較とかそういう動画たくさんあると思うけど、日本はまだ多分そういうのがあまり少ないので、でカラーポップも人気になってきたし、ちょっと参考までにと思ってリップグロスの方も作ってあるので、まあリンク貼っておきますもしよかったらそっちも見てください。でまあそれを見比べるとすごくわかると思います。で実際買って、自分がオリジナルだと思ってたけど実は偽物だったとかっていうのは結構稀にあると思います。私も過去にもう結構2年3年前ぐらいですかね、
本当にフリルとかメルカリが出始めた頃に、あのマックのチークかリップかなんかだったと思うんですけど、買って、で届いたら見たら、あ、全然オリジナルと全然違うなっていうのが気づいて、ちょっとだいぶショック受けました。ただその時はなんか結構安かったから別にそこまですごい痛いなとは思わなかったけど、もしそれでまあ日本で売ってない未発売のもので高く買ってたら相当ショック受けてたと思います。で、そんな感じで、この動画に関しては、最初にも言ってあるように、去年に撮ってあるので、もうだいぶ、違う感じになっちゃって、ちょうどそのリップ撮り終わった後に、はい、ちょっとね、邪魔が入ったので。そう、それで、去年撮ったリップグロスの後に撮ったやつなので、なんか急にその比較が始まってる状態で始まると思うけど、まあ違和感をあまり感じないでください。もう、それがね、すごい多分わかるのが、リップのやつ見てくれればわかると思うけど、もう爪の長さ尋常じゃないほど長かった時だったので、もう本当にそれ多分わかると思うんだけど、まあ、そんな感じで今から比較動画始めたいと思います。で、いきなり始めてしまうけど、もうどん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 本物と偽物の違いをどん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 言っていきたいと思います。で、上の方に本物があって、下の方に偽物中国のがあって、横になった状態の時は左側に左側に、アメリカのもので、右側に中国のものがいつも来るようになっていると思います。では、そんな感じで比較動画始めたいと思います。はい、これに関しては、箱の大きさはやっぱりアメリカの方が若干大きいかなっていう感じです。若干です、本当に若干。この字体に関してはほとんど同じです。こっちもほとんど似てます。これに関してはですね、アイシャドウに関してはリップと違って、アメリカの方は、模様があるんだけど、これ、アメリカはこんな感じだけど、中国は柄があるけど、なんか、アメリカと違う輝きしてる気がする。こんな感じかな。もうちょっとマットって感じです。こっちはまあ、ほとんど一緒です。私ね、これ落としちゃったから、落として踏んじゃってこんななんか汚い感じになってるけど、本当は綺麗ですよ。で、こっちはまあリップと同様、この幅とここの幅が違います。字体もちょっと若干違います。そんな感じかな。ちょっとここは若干違うね、字体が若干違います。幅も違います。はい、では外見いきたいと思います。外見的にはほとんど同じじゃないかなって思うんですけど、どうでしょう。若干中国の方がなんか高い気がする。ちょっと高い気がします。まあ若干です。まああとはここもそんなに違いがないかな。ロゴに関してはなんかそんなに消えそうにないです。で、色はね、全然違うんで、こっちの、あれはやりづらいんですが、わかりやすさで言えば、まあ、ここの色の違い、字の色の違いと、フォントが違いますね。で、シール自体、こっちの方が白っぽくて、こっちが黄色っぽい感じになります。若干です。若干ですけど、ここの、入れ物とここが若干違うの分かります？分かるかな？若干違う。こっちはなんかラインが入ってるけど、こっちはもうのべっとしてる。こんな感じかな。カラーポップに関しては、アイシャドウがね、指でつけるのが結構主流で、なぜかっていうとすごいソフトなアイシャドウだからっていうのがあります。で、確かにみずみずしいって感じじゃないけど、こんな感じ、発色はこんな感じ。みずみずしさはないけど、普通のアイシャドウとは若干違う気がする。で、
やっぱ指でつけてもこれくらい発色がいい感じです。わかりますかね。で、中国に関してはもうこの2つ使ってるんだけど、こっちはねやっぱ塗るとこうやってちょっと崩れるんですよね。あのソフトなんでどんどん下にいっちゃいそうな感じだけど、中国は普通のアイシャドウなので、いつまでもこの、模様が残ってる。だけどカラーポップに関しては柔らかい分、あのこの模様が崩れやすいっていうのがあります。ソフトな感じではないけど普通のアイシャドウって感じで、これだけの発色があります。すごく綺麗ですよね。で塗っていきます。はい、こんな感じです。すごい綺麗だと思います、中国にしてはすごいいい、私すごい気に入ってますこれ。はい、では発色と外見はこんな感じです。はい、そんな感じで比較動画でした。で、動画でも言ってあったと思うけど、実際買った時は全く同じ色が見つからなくて、オリジナルに合わせて同じ色を買いたかったんだけど結局見つからなかったので、似た色を買ってやりました。まあそんな感じで、どうなんだろう、こういう動画結構みんな好きかどうかわかんないけど、多分まあなんかこれでちょっとでも被害者っていうかそういう人たちが減ればいいなと思います。なのでもしそういうところで買うときはやっぱりちゃんとねオリジナルを売ってる人たちは多分ちゃんとそれをなんか証明してくれると思うのね。で証明ちゃんと証明しない人とか、あとなんか人の領収書の写真なんてもうインターネットに山ほどあるのね。だからそういうのを平気で拾ってそれを使う人も絶対中にはいると思うので本当に気をつけてください。でなんかあんまりためらってるな、なんかすごいためらってるなこの人って思ったら怪しいなって思ってください。別にフェイクものが悪いどうのこうのは言わないです。実際に私も買ったことあるし、で買ってみていいものと悪いものもあったし、なんかそれはもう個人の好みだと思います。でも正規品を買いたくてお金払っている人を騙すっていうのは良くないことだと思うし、それも多分法的にも良くないと思うので、もしそういうことやってる人がいればフェイクだって言って買う人もいるので、中にはなのでちゃんとそれを知らせた方が絶対いいと思うし、今後も多分そういうのもだんだん厳しくなってくると思います。なので売ってる側も買う側もそこのとこをよく考えて買った方がいいと思います。そんな感じでまたこういった動画ができたらいいなと思います。もし何かリクエストがあれば下にコメントしてみてください。してみてください、してください。この商品の比較やってほしいとかあれば私も頑張って探して比較していきたいと思います。ではそんな感じで今日の動画は終わりですまたねー。